さてさ、ショコラでございます。今日はちょっと曇っていますね。午前中晴れてたんですけどね、ちょっと最近髪の毛が伸びきっておりまして、そろそろ短く切らなきゃいけないなと思っているんですけど、前回が多分ね 3,4 ヶ月前に、動画にはしてないんですけど、とあるショッピング施設の1000円カットに行ったんですよ。もう元々ほぼほぼ2ブロックなんで、その上のところをすいてもらおうと思って行っただけだから、1000円カットでいっかと思って行ったんですけど、ちょっとそこでの対応がすごい面白くてっていうか、僕がわざと乗ったんですけど、なんかこう、僕髪の毛切るときはコンタクトをつけるんですね。その切られてる最中の進行具合が気になってしょうがないんで、コンタクトで行くんですけど、比較的こうメガネの時よりかはコンタクトの時の方が若く見られがちなんですよ。で、1000円カットってなんか受付で、まあ僕がいたところは受付してくれた人が席案内してくれて、その人が切ってっていう形だったんですけど、まあ明らか僕よりもどれぐらいですかね、新卒ぐらいの子なんですかね、23、4、5、その辺の子でして、男の子ですね。で、席案内されて、最初は敬語でね、どれぐらい切りますか、ああちょっとキャップでここの2ブロックの後ろの髪の毛がはみ出るんで、そこら辺まではこう切りたいんですよね、なんていう話をしてて、でこうずっと切っていくうちに、なんか一回その進行具合を確認するためにこう鏡を見せてくれたらへんから、こんな感じですっていうところから、急にこう、まあ終わりに向かっていったから進行を深めようとしてくださったんだと思うんですけど、なんかこう急にタメ語になりましてね、そのタメ語がなぜタメ語になったのか、はたまたそのタメ語になったきっかけの会話とかっていうのは全く覚えてないんですけど、なんかこう話していくうちに、学生さんって聞かれて、なんて言ったらいいんですかね、僕が今その現段階で学生じゃないって言ったら、その人からしたら、あ、同い年ぐらいか、もしかしたら上なのかしらっていう風にね、疑問を持たれて、また急にその変な空気になるのも嫌だったんで、はいって言っちゃったんですよ。で、何年生って言われたから、大学3年ですって言って、ちょっとそこで僕もちょっとぶっ込みましてね、大学3年にしては結構白髪が多いって友達によくバカにされてるんですよ、なんていう話をして、いやでも全然大丈夫だよ、まだまだ気にする必要ないよっていう風に言われましてね、でなんかそっからこう、彼女いるのなんていう話をされまして、いやいなくてね、でもちょっと学校の先生狙ってるんですよ、なんていうね、またこれもちょっとまたぶっ込みまして、先生いくつなのとかって言われて、32、3だと思いますなんていう話をしながら、10個ぐらい違うじゃんなんて話をしてね、いやでもいいんですよその先生がなんていう話をしたのをね、すごい覚えてますけど、でもちょっとさすがにもう2回目はないなと思いましてね、2回目行った時にもし覚えられてしまっていたら話し合わせるのがすごいめんどくさいなと思いまして、まあ、僕がいけないんですけど、ちょっとまた別の1000円カットをね探さなきゃいけないんですが、まあ全国的な美容室の値段とか知りませんけど、なんか都内に行くとやたらめったら高いじゃないですか、私なんかこう指名料みたいなのを取りませんか、まあ、それがその人たちの糧となると言いますかね、インセンティブになるんだったら仕方ないとは思いますけど、まあ高いなと思いまして、その点その、まあ、僕が悪乗りしてしまったからいけませんけど、1000円カットは非常に楽ですからね、ものの10分15分で終わりますし、指定したとこだけをやってくれるから、僕はそっちの方が僕には合ってるなと思うんですけどね、もうちょっとこうこだわったね髪型の人だったらしっかりとお金払わないとできないかもしれないんですけど、僕みたいなのだったら全然平気だなと思って1000カットに行ってるんですけど、うちのメンバーの守屋くんなんて都内ですよ、23区内に住んでて、神奈川県の藤沢とかまで切りに行ってるんですよね、すごいなと思って、そこでもしかもだって5000円ぐらいカットで取られて、しかも往復の交通費多分1000円超えるでしょ、すごいなと思いましてね、そこまでこだわるのにもかかわらず、僕と会う時大体キャップかぶるっていうね、ちょっともうよくわからないですよね、お金のかけ方がね、しかもカラーだパーマだなんて言ったらもう1万円超えるでしょう、すごいですよね。というわけで目的地に着きましたので、この辺で終わりたいなとは思うんですけど、直に1000円カットに行って、まあ、こう目の前からはあまり変わらないと思いますけど、後ろまたそのキャップをかぶるときに2ブロックの後ろの毛がちょろんちょろんっていうのがね、出始めてまして、そこを切るためにね、
また1000円カットに行きたいと思います。それではショコラでした。また明日、ごきげんよう、バイバーイ。